大体1分でわかる今日のエンタメ。タレントの有村愛理さんが1月24日にツイッターを更新。一部ユーザーから寄せられている整形に対する心ない指摘に対し自身の考えを伝えています。2019年3月に輪郭矯正の美容整形手術を受けたことを明かしてから、たびたび美容整形に関して SNS 上で発言してきた有村さん。有村さんによると、整形崩れてきた、顔戻ったという声がたまに寄せられるとのこと。確かにそうかも、どうしようと不安になることもあるようですが、輪郭矯正のダウンタイムの最中であることや加齢も見た目の変化の要因であるとコメントしています。そういうふうに言えるまで少し時間が必要だったけど、今の自分もこれからの自分も受け入れて、できる限りのアンチエイジングを楽しみつつ年齢を重ねていきたいですと前向きな言葉を伝えています。